かつて南軍の地に弓の名手がいたという。父親の行方を探していた加工派は情報をもたらした西下孫一と共に時を渡る。孫一殿、協力してくれて感謝です。まあ男の救援なんか、昔オロチ軍に囲まれたところを加工園に助けられた恩があるんで。いや本当助かります。頼もしい味方がいると。さて、父さんらしき人ってのはどこだ？おい、あっちの方が騒がしいぞ。弓のおっさんのせいで手こずったが、やっと追い詰めたぜ。あとはその砦を落とすだけだ。やっちまえ。よっ。メス。よっ。俺に任せない。ないよ。リオール。敵将、撃ち取ったぜ。シャー。トリア。ふん、やっ、トリア。あれはやっぱり父さん。再会に浸ってる暇ねえぜ。野郎と心中なんて勘弁してもらいたいんだがね。いやいやいや、俺と父さんが揃えば楽勝だって言うなあ。ですか。さて、おっさんも来てくれたことだし、反撃と行くか。了解、父さん。おいおい、これを忘れんなよ。おお、孫一、お前が男を助けに来るとは思わなかったぜ。今回は借りがあるし、今回は特別だ。俺に任せろ。でも父さん、本当に無事でよかったよ。どうしたの、今日真面目な顔して。まだでも痛いのか。俺の剣は無双だ。受けて立つぜ。よし、とりあえずこの辺の妖魔は追っ払ったな。ありがとうございました。おお、なんだ、ひょっとしてずっと隠れてたのか。はい、妖魔が恐ろしく。ですが、お武家様のおかげで助かりました。厚かましいお願いとは通じますが、私の妹もお助けいただけないでしょうか。妹はこの砦に隠れているはずなのです。どうか妖魔を追い払い、妹を。美しいお嬢さんの頼みだ。断るはずないです。まあ、俺たちに任せときな。俺を置いてかないでよ。出るぞ。俺に任せろ。南砦を放っておくのも何だな。手は打っておくか。ですが、将兵らの士気も高まりましょう。張り切ってんな、おい。
取りに行く。この調子で頼むぜ。トリア、サラダが前ら親子って言ってないんだ。いやいやいや、あと数年したら俺もああなりますって。想像できねえな。打ち取ったぜ。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。心配すんなって。こういう時の備えはしてあるさ。最下衆出ろ。はっ、わーやっていわやるな、孫一。金ごと噛み砕いてくれ。戦ぶり手本といたします。当てろ。
せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったぜ。メッセたちはお姉さんに頼まれた。ありがとうございます。おいおい、まだ砦を落とせねえのか。仕方ねえ、俺様が出るか。親玉が出やがったな。ちょっくら行ってこっち見てやっか。おねごと噛み砕いてくれ。天下無双の剣だ。その戦ぶり手本といたします。そんなに俺と遊びたいのか。で、来な。追い詰めたと思ったんだがな。ここはひとまず退散だ。敵将、撃ち取っちゃったよ。いや、お前たちが来てくれて助かったぜ。ありがとな、息子、孫一。これが親子の絆ってね。まあ、これで貸し借りなしだ。はい、終了。俺たちの勝ちってことで。え？時を超えて俺を助けた。おい、息子、熱でもあんのか。いやいやいや、頭は大丈夫だって。ま、信じられねえのも無理よね。おいおい、孫一、お前まで。ま、論より証拠、俺たちと一緒に来てよ。ちょ、待てって息子。うお楽勝楽勝。やるなぁ。